こんにちは、太田です。今日は岩手県大船渡沖来湾の勝丸さんでイカメタルをやってみたいと思います。ケンサキとスルメイカが、まあ、結構今釣れてるみたいなんですけど、台風もまあ結構通過したんでちょっとどうなるかなとは思ったんですけど、まあぼちぼち釣れているので今日もまあなんか良さそうな気がします。で、まあ、この沖来湾なんですけど、今ケンサキまだ釣れてますけど、これからスルメイカに変わって、そして、まあ、晩秋から初冬、そして冬にかけて今度ヤリイカが釣れます。まだまだこれから釣れる場所なんで、ぜひまあ、いろんなパターンをちょっと今日も解説させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ポイントに到着しました。まだちょっと日が高いんで、イカメタルは明かりつけてからが勝負です。明かりつけて多分30分ぐらいしないと連れてこないんですけど、まずこの明るいうちはボトムでイカ釣れると思いますけど、その前にタックルのまず紹介ですね。ロッドはオーシャンスピアの SG50。 ちょっとこれ今プロと来年発売のプロトモデル使ってますけどね。はい、であとはラインなんですけど、アバニーイカメタルマックスパワー PE の X9 のマーキング 0.65 で、リーダーがアバニーショックリーダーイカメタルエステルの3号を使ってます。で、仕掛けはクレイジーオーシャンの CO イカメタル仕掛け、ハイテンション2段です。上にドロッパーがサンドバッカー V で、真ん中がハードパンチャー V の 2.2 号をつけてます。今日はメタラ TG20 号、15号でもいけそうなんですけど、とりあえず20号からスタートしてみたいと思います。これでちょっと様子見て、途中でどのように変えていくかわからないですけど、一応まずこれで最初スタートしてみたいと思います。まあ明るいんでまだまだ釣れないんで、で今日まあ本当にスルメとケンサキ両方釣れたら、どっちもちょっと釣り方を、なかなか両方いっぱい釣れるっていうタイミングがないんで、今日は本当にすごく楽しみにしてます。ほぼ明るいうちはボトムから本当に2メーター以内、よくやるのはもう5メーターまで上げずにほぼ2メーター以内で、明るいうちでもイカが回遊してくるんで、回遊してきた時だけ多分釣れると思います。それ以外は釣れません。やっぱり回遊してますので、回遊してイカが下に入った時だけ多分釣れると思います。ちょっともうそこだけまずはちょっと釣ってきます。もうボトムから2メーターぐらいの間を意識して、2メーターというかもう極端なこと言えば1メーター以内、50センチぐらいを釣ってる感じですね最初で。暗くなって明かりがついたら、明かりにベイトが寄ってくる、まずベイトが寄ってきて、そのベイトにイカが寄ってくるんで、それでまあそのどこにイカがまあつくか、そのベイトの棚によって狙う棚が変わってくるんですけど、あまり一緒のとこに置いとくとイカがもしいた時に、まあこれ今関係ないんですけど、見切られちゃうんで、たまにやっぱりイカの視界から仕掛けは抜いちゃう方がいいんですよね。たまに抜いて、でストンと落とした時にイカに見せるっていう形、ずっと見せてたらやっぱりイカも慣れちゃうんで反応しなくなっちゃうというか、触っても結局当たるだけで、ちょっと触りに来るだけでがっつり抱かないんで、がっつり抱かせようと思うとたまにイカの目の前から仕掛けは消した方がいいです。いや、ボトムっていうよりも動き回ってる、多分ベイトを探してすごく動き回ってるんですけど、だから昼でも釣ろうと思ったら、まあ関東の丸イカと一緒で魚探でベイトの反応を探して、その上にドーンとつけていく釣り方で、ドスンと落として
いるやつだけを、スルメもそうですけど釣っていくんですけど、イカメタルの一番いいのは明かりで寄せるんでイカの方が寄ってくるんで、昼間は逆にイカを探しに行かないと釣れないです。でそこで釣れたとしてもずっと流してても釣れないんで。とりあえずあの最初はベイトでやってたんですけど、まだちょっとどんな状況かわからないんでスピニングもちょっとテストしてみたいと思ってスピニング今出しました。でスピニングタックルはロッドがオーシャンスピアの SP47 で、リールはちょっとねこれレバーブレーキ使ってるんですよ。まあこれダイワのレバーブレーキのリールなんですけど、まあイカメタルにはレバーブレーキめっちゃ便利で、あの後で解説させていただきますけど、いろんなメリットがあるのでちょっとまた見せますね。で仕掛けは今と一緒の塩イカメタル仕掛けハイテンション2段を使ってます。で捨てはあのメタラー TG15 号とハードパンチャー V の 1.8 でサンドバッカー V 同じです。でラインも一緒です。アバニーイカメタルのマックスパワー PX9 のマーキング 0.65 で、リーダーはちょっとねこれねリーダー太めにしてます。ちょっとまあ意味があってというか、まあ、あの最近テストするのに太くてもいいんじゃないかなと思って、これは今リーダーあのエステルの4号を使ってます。アバニーイカメタルショックリーダーエステル4号です。太くても影響はないとは思いますけど、かえって太い方が張りがあっていい場合もあるので、今スピニングに今4号使ってます。とりあえずこれもちょっとでちょっと投げていろいろやってみたいと思いますので、まだまだあの明かりつけてもうちょっとすると多分そろそろ反応出てくるかと思うんですけど、まだ魚も見えないしどういう状況になるかわからないんでスピニングで行ってみたいと思います。ちょっとキャストします。スピニングのメリットはキャストできること。とりあえずは今まだ釣れてないんでボトム釣ってきますけど、まずボトムまで落としてます。ボトムについたらちょっと誘ってリール2回巻いてゆっくりとテンションホール。当たりありません。ちょっと糸を出して、このレバーブレーキのメリットがこれです。魚とやり取りするとかイカとやり取りするためにレバーブレーキを使うんじゃなくて、オフにして逆転させてここからゆっくりと誘います。もう一度ゆっくりとここからゆっくりと誘う。普通のスピニングではこの動作できないんですけど、レバーブレーキの場合はベールを返さずにこのテンションホールでイカを狙っていくことができるので、よくレバーブレーキを使ってます。これもまだまだ使い方いろいろあるんですけど、まずはちょっと今ボトムだけ釣ってるんで、まずこれで、あ、来た、ホール釣れました。小さいですけどね。かわいい。まずは1杯目ですね。今スピニングのテンションホール、ボトム付近のテンションホールで釣りました。来ました。あとはテンションホールですね。もう今ボトムの釣りだけなんでスピニング使ってますけどね、ちょっともうちょっとしたらまた変えたいと思いますけど、魚が途中でかかった。うわ、魚にやられた。下についてる。結構連れ出してきましたね。メタラーです。ほぼテンションホールで釣ってます今。多分でかいのも混ざると思うんで。おっとっと、
よし、来た。ちょっといいサイズ。おう、トビウオ。おお、なんだ、びっくりやな。またテンションホールできました。いい感じですね、今日も。ダブルや。はい、上と下とダブルです。可愛いですけどダブルです。これあの本当にハロゲンの下やと糸の色がすごく分かりやすいんです。この糸の一番の特徴、スピニングでやってる時にこの本当に色の違いがすごく分かるのと、あとあのフォール中の糸老けが当然糸の伸びがないんで、あ、ほら当たった。これフォールで、フォールで当たりました。フォールできました。これです。おお、活性上がってきましたね。いい感じですよ。解説しながらフォールできましたね。ほら、わ、スルメや今度。フォールで今本当にフォールで見せて、スルメちょっと上で、多分剣先は下にいると思うんですけど、スルメはスルメの釣り方でまた別でちゃんと解説させていただきますけど、今はもう本当に完全にフォールで乗りましたね。もうすごく見やすい。やっぱりこのライトの下でこの糸の色ってすごく分かりやすくて、今ボトム中心に釣ってるんで、あの あまり関係ないですけど、また来た。これ今ボトムで釣ってるんでいいんですけど、これ今 TG15 号って、まあ、比較的軽めの糸なんですけど、当たりは超明確に出てます。本当にもうあのこのラインに変えてから、あの竿先に出る当たりが全く変わりました。ファイですけどね、まあ可愛い剣先ですけど、明確に穂先に当たりは出ます。やっぱり本当に糸の伸びってすごく違うと思います。今まで本当にこの糸使うまで普通にあの使ってたんで何の違和感なく使ってたんですけど、本当にこの X9 出てから全く穂先に出るあたりが変わってきます。こんな小さいイカのあたりでも本当に明確に分かります。これ斜めに入ってるんですけど、あ、当たった。あ、触った。今まだこれ中層なんですけど、本当に糸のたわみ少ないっていうか伸びが少ないんで、ちょっとしたあの変化がすごくよく分かる。ボトム、はい、ボトムつきました。もうのっ、すいません、ホールで乗りました。これはダメなパターンや、釣れすぎパターンですよ。はい、また来ました。えい、まずキャストして、水の中では糸まっすぐ張ってますからね、ほぼ伸びずに。まずボトムまで落としてきます。あ、中層で乗りました。これスルメですね、多分。完全に本当にめちゃくちゃ分かりますよ、この糸すごい。スルメイカですね。やっぱりね、中層にいるのはスルメイカなんですよ。ボトムは剣先で、スルメイカ中層ですね。糸の色がめちゃくちゃ分かりやすい。糸の伸びもほぼありません。ます、中層で当たればスルメイカ、ボトムやと剣先っていう感じですね。今ちょっとあえて今スピニングでずっとやってますけど、はい、ボトムです。でここからこの糸の伸びがほとんどないんで、当たりがダイレクトに来ます。これ水の中で糸まっすぐですから、こうなってなくて、おお、まっすぐですからね。ゆっくりと落としていく。
乗りました。ちょっと可愛いな。これこのサイズでも当たりが明確に分かるという、こんなイカですよ。こんなイカ、これでも明確に当たりが取れます。これはちょっとリリースしましょうね。リリースします。今のはもう完全にフォールですね。テンションフォールというよりもフリーフォール状態で乗っちゃった感じですね。ほら来た。はい、来ました。多分これ今釣れてますけど途中で状況変わりますから。でかいです。ボトムできたから今度でかい剣先。これスピニングでやってる理由はそのボトム付近のでかい剣先を狙いたいもん。あ、でもそこまではでかないけど、まあちょっと A サイズ。よし、えい、来ました。これを狙ってます、スピニングで。もうそっと、とりあえず小さいのいっぱい。じゃあちょっと中層の釣りをやってみよう。よいしょ。中層の釣りをするときにこの糸の一番のメリットがスピニングでの中層の釣り。ちょっとキャストしてよくやるのが、今水深 50m ぐらいで、多分これ 30m ぐらいで当たるんで、ラインまず 30m ぐらい出します。今ちょっと 30m ぐらいから落としていってますけど、ちょっと途中でいなかったんで一回ちょっとボトムまで落とします。今これテンションホール、糸を送りながら徐々に徐々に落としていってます。よし、来た。全部今テンションホールで釣ってます。はい、来ました。今剣先はもう完全にボトムに多い感じですけど、これは今テンションホールというかフリーフォール状態で乗りました。 40m ぐらいでヒットですね。同じようなサイズですけどね。触った。うわうわ、これはスルメイカがめっちゃ、うわでかい。ホールでスルメイカが乗りました。やっぱりスルメですね。やっぱりホールで早い動きに乗ってくるのはスルメなんで、ちょっと今度竿を変えてみましょう。ちょっとタックルベイトに戻しますね。ほぼボトムばっかなんで、あのベイトでもいけると思うんで、ちょっと元のタックルに戻して一回やります。今度ボトムだけを釣っていくんで、まずボトムまで落とします。お、一撃ですね。ボトムで1回目のボトムフォールさせてちょっと浮かせたら乗りました。お、剣先でした。お、ダブル剣先、剣先ダブルです。ベイトに変えて1投目剣先ダブルです。下はメタラーの TG25 で、上ハードパンチャーの 2.25、 ちょっとイカのサイズ上がってきたんで 2.25 でいいかと。
ほぼボトム付近のテンションホールで今釣ってってます。最初ボトムで多分釣れてますけど、多分状況途中で変わっていくと思うんで、今はボトムで剣先の釣りが、途中でこれスルメイカ乗ったかな、15メーターぐらいでなんか乗りましたね。ダブルになりましたね。上にいるのかな。あ、ダブル剣先、15メーターで上げてくる途中で15メーターで乗りました。もしかして上におるかもわからんので、ちょっと上もやってみたいと思います。こんな感じ。このPラインあの今年から本格的に使うようになって、一番のポイントはやっぱり圧倒的な水中での糸の直進性です。伸びがないっていうのは本当にね、あの普通皆さん使われてる糸はあの結構水の中でハの字になったり受けたりとかいろいろしてると思うんですけど、あの明確に糸を変えることによって本当に当たりがすごく分かります。これほど糸の伸びってあのあるのかないのかっていうのが明確に分かります。でっかいスルメかダブルかどっちかやね。何もしなくても釣れちゃうから、スルメと剣先の今度はダブルになってるし、はい、水の中で糸がピーンとまっすぐなってます。水の中でたわんでません。糸が張ることに、まっすぐ水の中で糸がまっすぐになることによって当たりの差は確実に出ます。これまっすぐ入っててますからね。まっすぐ水の中で糸まっすぐです。これこのまっすぐなことによってちょっとした当たりも本当に今全く何も止めてるんで当たらないですけど、このまっすぐを、これまっすぐ何がいいかというと、ちょっとした誘いでもリグも本当にちょっとした動きでリグもきっちり動きます。でこのダイレクトに伝わることによって当然穂先に出るあたりも明確に出るんですけど、逆に誘った時も誘った分だけ仕掛けは動きます。本当にイカメタルにおいて糸の直進性ってめちゃくちゃ重要なんで、このことがすごく多分分かってもらえると思います。これ誘う時ちょんちょんと、もうこれ本当にすごく今動いてます。ちょっとね今パターンちょっと変わったと思うんですけど、イカ多分魚がいてスルメがいて下に剣先いるんですけど、これからがどうやって釣っていくかがポイントになります。なかなか波はありますけど、ちょっと釣っていきましょう。これ今誘ってます。どこで当たるかちょっと今そこから3メーターぐらい上げました。さあ多分上げすぎるとスルメイカかかってくるんですけど、今これ当たりませんよね。何もね当たりませんね。これ仕掛け今まっすぐ動いてます。でちょうど多分スルメも混在してると思うんで、あ当たったね。これ当たってるねすごい合わせてませんけど当たってます。めっちゃ触りに来てます。わあ来ましたね。これが今本当にあれだけの誘いで仕掛けがすごく動いてます。これ多分ダブル以上、もしかしたらトリプルかもかな、途中でスルメかかったかも分かりませんけど、 2杯は確実に乗ってます。下手したら3倍の重さですけど、今本当にちょっとした動きがダイレクトに仕掛けに伝わってるんで、竿は大きく動かす必要は全くありません。さあ何倍、まあ2杯はいるでしょう。あトリプルや、やっぱりおおお、ほらトリプルや、やっぱりトリプルや。一番下に剣先で、上2杯はスルメイカです。下大剣ですね。ちょっとした動きでも
確実にリグが動くことによって大きい剣先をボトムで確実に誘うことができます。いいタイミングなんで剣先とスルメの釣り方の違い、今スルメも剣先も混在する状況ですけど、これね、まあ、フォール中で乗っちゃうのは仕方ないんですけど、剣先だけを狙っていく釣り方が実はあります。剣先だけを狙うときはあまり大きく動かさない、派手にちょっとした動き、このツンツン、これね穂先だけで、テンションホールとボトム付近で小さな動き、これ今テンションホールしてます。本当にあまり大きく動かさない、剣先の時は。これが本当にね、この糸を使うようになってからこのちょっとした動きでイカを誘うことができます。今これ剣先を釣ってるんでこんな誘い方してますけど、最初よりは若干渋くなった状況ですけど、でもまあ狙ってって釣れます。ちょっともう一回ボトムに落としてホールですね。一瞬の今ボトムから1メーターぐらい上げたところで、多分小さいですけどね、これ剣先、はい、剣先がね、おお、剣先釣れました。スルメイカはもうすぐボトムにつくんで、今からスルメイカ釣っていきます。あまり止めない、まあ極端なこと言えばただ巻きでも釣れる時あるんですけど、この誘いでほら、あー、います、当たりました。よし来た、あ、スルメや、これね、スルメを釣るときはスルメは止めない、剣先はステイで釣りますけど、スルメは今やったみたいにゆっくりと動かし続けることが結構釣り分けるときに大切です。一撃ですね。もう本当に剣先はボトムべったりにいるんで、ボトムをいかに釣っていくかが剣先釣れるか釣れないかのポイントなんで、はい、来ました、多分剣先だと思います。はい、剣先イカですはい、剣先ですね。はい、お疲れ様でした。はい、今日はすごく釣れました。今まあ時期としたらまあ夏の終わりなんですけど、この地域沖来湾、今まあまだ剣先釣れてるんですけど、これだけ、これからスルメイカが大きくなって、やがてまあ秋深まる頃にはヤリイカも釣れるようになって、で年明けまでで、まだまだ時期的には釣れる時期です。本当にまあ東北のイカメタル、まだまだこれから楽しんでいただけると思いますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ありがとうございました。